今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。様、お気に召しそうなものを加えました。役立つはずです。目が利きますね。素材が足りないようですね。また来よう。道中のご無事をお祈りしています。
志村様によろしく。ジン、待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。お探しのものがあるといいんですがね。役に立ちますよ。助かった。ここで良い知らせをお待ちしてますね。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば、
切れ者の獣、誇りなど微塵も持っておらん。奴は言葉を学び、叔父上を生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え、腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。竜蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い、燃える木とムクロ。ひれだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども、騎兵がいます。押し通れ。木で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。それ行くぞ。かけろ、ノブ。来い。
かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。どうぞ。どうぞ。手始め。ユノ。何用でもいい。猛虎の大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。皆殺しだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。
てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村さん。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を乞う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。対馬に攻めてくる前、酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして
人が焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが、良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。